イテム番号、SCP-526JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-526JP は常に施錠された 30×30×40cm のアクリル製ケース内に収容します。この収容ケースの周りには常に2名以上の警備職員を配置してください。SCP-526JP には1週間に1度、2cm 四方の15歳以下の少年の頭皮細胞を元に培養した人工皮膚に、市販されている比較的安価なシャンプーによる香り付けや、人工汗に浸すなど少年の頭皮に見せかけるためにいくつかの行動を行ったものを与えてください。また、どのような状況下であっても SCP-526JP の半径5メートル以内に15歳以下の少年を近づけてはいけません。説明、SCP-526JP は、射精の USB フラッシュドライブによく似た形をしたオブジェクトです。片側の面には油性のマジックペンで、少年愛車、と書かれており、その逆側の面には昆虫の足を模した約4センチメートルのアームが6本ついています。このアームを用いることで壁や床を自由に移動できることが確認されています。また、このアームは15歳以下の少年の髪を編み上げたもので作られていることが判明しています。このアームがなぜ動くのかは未だ判明していません。SCP-526JP はパソコンに接続されるとテキストエディターを立ち上げ、日本語のテキストを入力することによりこちら側の人間と意思疎通を試みます。入力されるテキストは至って穏便で当たり障りのない文章ですが、ごく稀に15歳以下の少年に会いたい、といった内容の文言を入力してきます。この要求を無視して対話を続けることは可能ですが、その場合は徐々に文章に苛立ちが現れていき、数分経過するとアームを使って USB コネクタを引き抜き、自分から対話を強制的に終了させます。SCP-526JP から半径 3M 以内の地点に15歳以下の少年がいる場合、SCP-526JP はすぐさま対象の元へと時速 25km ほどの速さでまっすぐと向かいます。対象に接触した瞬間、SCP-526JP は対象の頭部に登り、アームを用いて対象の毛髪を頭皮ごとむしり取ります。この時、アームは約 400kg ほどの力で毛髪を引っ張っていることが判明しています。そのため対象の頭皮は大抵の場合大きな損傷を負います。SCP-526JP は毛髪をむしり取った後、その毛髪を編んで昆虫の足を模したアームを6本作ります。新しく作られたアームは元のアーム6本すべてと取り替えられます。また、SCP-526JP は残った頭皮と取り外した元のアームを数日かけて USB フラッシュドライブのアクセスランプに該当する部分からこれらを捕食します。この時、頭皮や毛髪に付着しているフケ等の老廃物も一緒に捕食します。食べられた頭皮やアームらがどこに行くのかは不明です。また、SCP-526JP は長期間頭皮を捕食していないと徐々に衰弱していきます。そのため SCP-526JP には1週間に1度、2cm 四方の15歳以下の少年の頭皮を与える必要があります。201、年12月5日研究者チームが試験的に、15歳以下の少年の細胞を元に培養した人工皮膚に対し、口述するインタビュー記録を元に市販されている比較的安価なシャンプーによる香り付けや、人工汗に浸す人質少年の頭皮に見せかけるためにいくつかの行動を行い、微調整しつつ SCP-526JP に与える実験を試みたところ、73回目の試行で SCP-526JP は反応を示した後にその皮膚を捕食しました。その後 SCP-526JP の観察を続けましたが、衰弱等の症状が見られなかったため、現在の収容プロトコルでは1週間に1度、2cm 四方の15歳以下の少年の細胞を元に培養した人工皮膚に、少年の頭皮に見せかけるための行動を行ったものを与えることになっています。SCP-526JP は200年6月22日に、県、市で、USB メモリに頭をちぎられた、という通報を受けた警察が出動した際に発見されました。当時14歳だった通報主の少年はその時頭皮の約 82% が損失した状態で発見されました。これに関しては、カバーストーリー、モーターに髪が巻き込まれた、ガルフされ、少年と事件の関係者に A クラスの記憶処理が施されました。インタビューログ。日付、200年7月28日。対象、SCP-526JP。インタビュアー。博士、フキ。今回のインタビューは、博士の所有している、社製のノートパソコンで行われました。
使用されたテキストエディタは、メモ帳、です。記録開始。博士、はじめまして。私は、です。本日はあなたにいくつか質問をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか？ SCP-526JP、はじめまして。3、私に答えられることであれば何なりと。博士、では最初に、なぜあなたは15歳以下の少年の頭皮にしか反応しないのですか？ 16 歳以上の男性の頭皮には何も反応を示していませんでしたが。SCP-526JP、それは、16歳以上の男性の頭皮なんてよろしくないでしょう。博士、よろしくない、というと成分などはほぼ変わりないと思いますが。SCP-526JP、何と言いますか、私は15歳以下の少年の頭皮や髪が好きなんです。それ以外には興味がないというか、あなたも少し考えてみてください。15歳以下の少年の髪や頭皮はとても可愛らしく美しい、神聖なものでしょう。あの手入れ顔がなりで可愛らしい短髪、年頃らしく格好をつけたくて伸ばしている長髪、皆さんもきっと心の中では素晴らしいと思っているはずです。他の部分、目とか腕にも興味はありますが、やはり髪や頭皮ですね。あなたも食べたことがあるでしょう。あの素晴らしさ、頭皮を贅沢に丸ごと剥いで食べてしまいたくなってしまう。私は小食なのでそんなことはできないのですが。博士、なるほど。私は食べたことがありませんが、趣味嗜好のようなものなのですね。では次の。SCP-526JP、遮ってテキストを入力する。違います。私は15歳以下の少年のことが好きなんです。考えてみてください。少年のあの髪、長さや質は人それぞれですが、皆が皆素晴らしい髪を持っています。潮風で傷んだ髪も、リンスやコンディショナーを使って丁寧に手入れされている髪も。まあ、食べたことがある人なら言うまでもないことでしたね。ここまでの主張、お分かりいただけましたか？それならば私の元に15歳以下の少年を連れてきてください。博士、そうでしたか。申し訳ありませんがその要求は却下させていただきます。SCP-526JP、はい、お分かりいただけませんでしたか？私は15歳以下の少年の髪や頭皮のことが好きなんです。あなたもそうでしょう。あの、頭皮から香る、シャワーを浴びている時に適当に洗い流したせいで少し残ってしまったシャンプーの匂い、体育の授業や部活の軒に残る心地よい汗の匂い。考えるだけでも愛らしい、よだれが出てしまう、床屋に行くのが面倒で伸ばしっぱなしにしている髪、直すのが面倒でそのままにしている寝癖、いや。もちろん毎朝せっせとセットしている髪の毛も非常に愛らしくて好きですよ。ワックスの甘い香りも漂う髪の毛はもう最高のご馳走ですよ。他にもくせ毛が嫌だから自力で頑張って仕掛けにしようとした跡が見られるあの髪。そんなの考えるだけでもう、可愛らしい、可愛らしいよな。もうカラーアドレナリンが溢れ出てしまう。ああ、髪型もライギラ、ソフトモヒカンにベリーショート。ロングヘア、ツーブロックにオールバック、ナチュラルショート、あれもいい、可愛らしい、愛らしい、素晴らしい。個人的にはソフトモヒカンを推したいですね。あの少年らしさは非常に評価できます。ああ、ですがロングヘアの捨て方いいですね。大人らしさは出ていますが非常に美味ですし、着上げた時にふんわりと香るシャンプーの香りも良いものですよね。あとくせ毛の少年も好みだなあ、ふんわりとパーマした短髪の愛らしさ、まあ、真面目さを感じさせるストレートヘアも最高に愛らしいと思いますが、どうですか？わかっていただけた？素晴らしいよな。あなたもそう思うだろう。博士、そうですか。次の質問に移ってもよろしいでしょうか？ SCP-526JP、私の元に15歳以下の少年を連れてきなさい。早く、それまで何も言うつもりはない。博士、却下します。これ以上対話を続行することは不可能だと判断しました。記録を終了します。SCP-526JP、待とう、私の元に、さっさと15歳以下の少年を連れてこい。記録終了。博士の不機、SCP-526JP は、このインタビュー記録を読んだだけではわからないだろうが、実際画面を見て対話するとわかる。あれは対話中、何の変哲もないような質問の返答とはゆっくりと、
緩慢にテキストを入力している。しかし、少年に関する質問の返答や自分の少年への考えを述べるときは入力する速度が全然違う。瞬く間にテキストエディタの舐め方が埋まっていき、みっちりと細かく恐ろしい速度で自分の意見を述べてくる。これは実際対面してみると本当に恐ろしい。あれの少年の頭皮や髪に対する執念が、歪曲した思考が、このオブジェクトは本当に気味が悪い。これ以降、私が SCP-526JP との対話の実験に立ち会うことは拒否させていただきたい。